腹筋やプランク頑張ってもお腹周りが全然引き締まらないよっていう方の多くは胴体部分の筋肉が硬い傾向にあるんです。どうなるかというと、あまり筋肉を動かしてないところは筋膜がひっついて筋肉が動きにくくなってしまうんです。その結果そこの血流が悪くなって脂肪がつきやすく冷えやすく、鍛えようと思ってもなかなか筋肉が動きにくい、そういった状態になるとどんどん腹部が大きくなってお腹周りの脂肪が全然取れない、ウエストが細くならない、そういった傾向になります。今回は膝をついて腰振るだけ、腹筋より簡単なのにとても効果的な運動になってます。1種目30秒頑張ってみましょう。まずは四つん這いの状態で足を少し開きましょう。この状態で腰をギュッと丸めたらまっすぐに戻しましょう。背中を丸めるというよりはお尻を締めるイメージ、お尻を前に突き出すようなイメージで腰を丸めてください。これが寝ている時の腹筋と同じ上半身の動きです。お腹を引っ込めながらお尻を締めます。OK。 お尻を締めたままでお尻を左右に振ってください。ウエストの横を使います。腰を丸めて左右に振ります。腹斜筋硬い人はもしかするとつりそうな感じになるかもしれませんが、できるだけお尻をずっと締めたまま腰を振ります。これ結構効きますよね。うわ効く。 OK。 お尻を突き上げて腰を反らせてお尻を締めながら体を前にグッと持っていきます。でまた緩めます。よいしょ。今度はここから一気に腹筋を使って腰丸めてグッとまた力入れます。腹筋が弱い人の多くは瞬発的にお腹に力が入らないので腹筋しようと思っても体が起こせない、そういったことになります。一気にお腹に力入れる。次は膝立ちの状態で腰を動かしていきます。できるだけ骨盤だけ動かすようなイメージ、もし難しかったら全体使って動かしてください。いきましょう。グッ。腰を振るっていうよりはこれ実は腹筋を力入れて緩めてっていうことを繰り返すことによって腰を振れてるので、この腹筋力入んない人はやっぱり反り腰になってしまいます。起こす、戻す、起こすってことを繰り返してます。OK。 次は片足前に出して同じように腰を動かします。ちょっとね、曲げてる足の前ももが引っ張られますが、反り腰解消、ポップの中解消するためにねしっかりやっていきましょう。いやー突っ張るな、ももが。OK。 反対も同じようにいきましょう。あとしっかりね腰とお腹を使って緩めてってことを繰り返すと体のバランス良くなりますからね。これでも結構ね腹筋使ってますからね、お腹をね触って硬くした状態で振ってください。 OK。 今度は膝立ちの状態で体を左右に動かしていきましょう。あとこの時にちょっとお腹を触ってみてください。体を戻す時にお腹に力が入ってますからね。お腹にうーんって力を入れたまま、小刻み、OK。 今度は腰を振る応用編、できるだけ腰だけを動かす感じでいきましょう。あと同じ方向ばっかりいきます。
これが上手になってくるとお腹周りの筋膜が剥がれて筋肉がよく使われてお腹が冷えにくく脂肪が燃えやすくなりますから、いろんな筋肉の動かし方をするとねスムーズにできてきます。反対も一緒、いきましょう。もし膝痛いよって方はね、なんか座布団とか柔らかいところでやってもいいですからね。もし疲れたらね、一時停止してまた少し休んで再開してください。ラストはももの裏を持ったまま転がりましょう。最後スタート。もも裏持ったまま、さっきやってきたね、腰を丸める状態っていうのを作ってから揺れると簡単です。難しいよっていう人はね、起きるっていうより腰丸めるだけの意識してください。最後までできたよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。毎日やっていくことでお腹周りがスッキリしますんで、やった日はコメント残してください。動画見て頑張るけど痩せにくいよって方、説明欄に痩せる食事の方法紹介してますんで、ぜひチェックしてください。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。